ンボゲス叫べなおきジャンファイト、ヒーロー登場ジャンボゲス、ジャンボーグエース。それはエメラルド星より送られた宇宙サイボーグのことである。立花直樹の腕時計が光るとき、ジャンファイトの掛け声でジャンセスナが変化し、立花直樹はジャンボーグエースの目の奥で操縦するのである。京子ちゃん、新しいパパとママのところに行っちゃうんだね。せっかく健太君と仲良しになれたのにね。京子ちゃん、え、幸せになってよね。ありがとう。ケンタ君も元気でね。うん。じゃあ。あ、ケンちゃんだ。本当だ。おーい、ケンタ。ケンちゃん。おーい。ケンタ、どうしたんだ。泣いたりするやつがあるか。仲良しの友達と別れるのは辛いだろう。でも男の子はそのくらいのことに耐えなきゃな、ケンタ。うん、ケンちゃん。遅い。一体ウータンは何をしているんだ。早く現れろ。ウータンめ、やっと現れたな。ウータンよ、ハットのバカどもは我々の作戦にまんまと引っかかり、エメラルド星を攻撃しようとしている。ウータンよ、いよいよお前の実力を発揮する時が来たぞ。いかにジャンボーグエースといえども、霊媒怪獣の手にかかっては一も二もないわ。怪奇、宇宙の怪獣墓場。じゃあね。ああ、アスナの家の子供たちに比べれば僕なんか幸せな方だね。そうだ。ねえ、お腹空いちゃったよ。ママんとこ行って何か食べようよ。なんとか言ってママに会いたくなったんだろう。こいつ。我々ファットは長い間グロース星人の宇宙前進基地を探してきたが、その前進基地がこのエメラルド星にあることがほぼ確実となった。エメラルド星に。そうだ。そのエメラルド星の前進基地をミサイルロケットで叩けばグロース星人の戦力は著しく低下する。何？エメラルド星にミサイルぶち込む？攻撃は最大の防御だよ。エメラルド星にあるグロース星人の前進基地へドカーンドカーンとミサイルぶち込みは奴は簡単に参るさ。いい加減なことを言うのやめろ。何？エメラルド星にどうしてグロース星人の前進基地があるとわかるんだ。観測の結果さ。パッドの観測になって当てになりゃしないよ。なるほど。博士に聞けよ。お前はエメラルド星にグロース星人の基地がある、そこを叩けばいいと簡単に考えているが、もしエメラルド星にグロース星人の基地がなかったらどうするんだ。そう、そりゃもしエメラルド星が地球の味方だったらどうするんだ。味方？はっきり言ってやる。エメラルド星は地球の味方だ。どうしてお前にそんなことがわかるんだ。それは、おい、エメラルド星が地球の味方というはっきりした証拠でもあんのか。
証拠があるなら信じてやるぜ。さあどうなんだよ、言ってみろよ。ジャンボーグエースがエメラルド星人からもらったものだとは口が腐っても言えない、言っちゃいけない。ナオキさんよ、お前の魂胆分かってんだよ。パッドにケチをつけてこの俺様を怒らせよってんだろ。今日はその手に乗らんぞ。おい、あと1時間でロケット発射だ。グロース星人が妨害するかもしれん。全地ロケット基地の防衛に当たろう。はい、チキショー、こうなったら一人でロケット発射を食い止めてやる。パッドの愚か者め、どんどんミサイルロケットをエメラルド星に打ち込むがいいわ。助かるのはこっちだ。車上の上空を飛び回るしかない。よし。お兄ちゃん。ケンタ。お兄ちゃん、僕お願いがあるんだ。なんだ。言ってみろ。ロケット発射15分前。僕をもう一度ジャンボーグエースに乗せてよ。ダメだ。どうしてさ。君も知ってるだろう。ジャンボーグエースはいつも危険な戦いをしている。子供が乗るのは危険だ。この前乗せてくれたじゃないか。だからお願い、僕をもう一度ジャンボーグエースに乗せてよ。そんなに乗りたいのか。うん、僕の友達はジャンボーグエースだけなんだ。どうして。だってさ、仲良しの陽子ちゃんは養女に行っちゃうし、僕の友達はジャンボーグエースだけなんだ。だからお願い。発車10分前。あ、直樹だ。まさか。セスナを退却させろ。は、クマイ、オーバー、行け。はい。退却しないときは撃ち落として行け。オッケー。それでも言うことが聞かないときは威嚇射撃をしろ。了解。はい。くそー。またアライグマの野郎がシャシャリ出てきやがったな。ナオキ、直ちに退却しろ。やがる。俺はパッド本部の命令だ。全員科目と撃ち落とすぞ。やれるもんならやってみろ。オーバー、威嚇射撃しろ。は、待て、お前じゃ外して撃ったものが当たる恐れがある。俺がやろう。チキショー、脅しだと分かってるが、アライグマの腕じゃ外したのが当たるってこともあるかも分かんないな。
よし、秒読み開始。ジャンボゲーズになってロケットを阻止するしかない。ケンタを降ろしてる暇はない。成功です。このミサイルロケットがエメラルド製で爆発すれば、心理的にも作戦を有利に運ぶことができる。はっ。よし、ロケット追跡だ。ジャンファイト。いいか、どんなことが起こっても当てるんじゃないぞ。大丈夫さ、ジャンボーガイスの中だもん。うん、なんだ。君が悪いね。おかしいぞ。ジャンボーガイスは空間でも戦えるの？当たり前さ、重力ベルトがあるから地上と同じように戦えるんだ。そうだよね。あ、怪獣だ。あの怪獣だ。僕のパパとママを殺した怪獣だ。そうだ、あのキングジャグラスは俺の兄さんも。おかしいぞ、あの怪獣は倒したはずだ。それがどうして今頃。ジャンボーグエースよ、貴様は恐怖の宇宙墓場へと迷い込んだのだ。宇宙に墓場が？そうだ、我がグロス製の怪獣戦士たちの墓場なのだ。怪獣の墓場か。かかれ怪獣たち、行け。ロケットに追いついて爆破しないとエメラルド星が大変なことになってしまうぞ。
ライト、ライト、ライト、ライト。作戦は成功した。舞台よ、前の超能力で作り出した幽霊怪獣との戦いでジャンボウエースはグロッキーだ。おそらく地球へ戻るエネルギーはあるまい。今のうちに厚木の建築現場を襲撃しろ。そこへ我々の秘密基地を作り上げるのだ。政治が地球を攻撃している。どうすりゃいいんだ。よし、早くロケット爆破するんだ。立ってる。それまで持ちこたえてくれ。橋の手は狙うんだ。はい。エメラルド星が危ない。ビームエメラルド。あっ、肩をやられた。お兄ちゃん大丈夫？何のこれ式。さあ一挙に地球へ戻るぞ。どうするんだ。行こう。あ、ジャンボクエースよ。舞台よ、ジャンボクエースは宇宙でエネルギーを使い果たしている。今なら倒せるぞ。
そう、この健太を犠牲にしてなるものか。健太、大丈夫か。平気さ。よし。夢、また貴様らを倒すくらいの力は残っているぞ。お兄ちゃん頑張って。健太見ていろ、今ジャンボーゲースの底力を見せてやる。そうさ、苦しみを乗り越えて頑張ってるのさ。だから強いんだね、うん、よし、僕もどんな苦しいことにも負けない強い男になるぞ。そうだ、その意気だ。僕、橘直樹です。一瞬のうちに美しい街を灰にするマッドゴーネの企み、怯える市民たち、幸福か破壊か、時は刻一刻と迫る。暴れ狂う怪獣テロキング、ジャンボーグエースはどこにいるんだ。